前半部分、終わりまして、質疑応答の時間ですが、ネットワーク経由では、このネットワーク、質問システムしかの質問の手段がございませんので、ちょっとそちらの方から先に質問等をご紹介、質問と、ちょっと回答いただく、JAXA側で回答する方、カメラの関係で、できれば前の方に来ていただいて、質問を受けていただければと思いますが、一件来ておりまして、仕事の割り当てはランダムなんでしょうかということの質問です。これはおそらく先ほど、坂下の方から、必ずしもバックグラウンドが実験の中身とは合致しているわけではないということで、ということに関しての質問だと思いますけれども、実際にやってる人もいますけれども、どうぞお願いします。はい、この宇宙飛行士にこの実験を担当してくださいという指定は基本的にできませんので、その時々のですね、宇宙飛行士のスケジュールに、軌道上でのスケジュールに応じて、タスクが割り当てられるということになっています。はい、ありがとうございました。日本人が宇宙に行く場合に基本的には日本人にやっていただければということで事前に訓練等もやってるんですけども必ず、1人に集中したりとかですね、負荷をこう分散させたりとかそういう観点で必ずしもそのバックグラウンドと最適な実験の内容が合ってない場合もございますので、そういう意味で坂下が言いましたように基本的に誰でも宇宙飛行士のどんな資質の宇宙飛行士でもできるような実験系にするのが大事かと思いますが補足ありですか、よろしいですか。それでは会場から質問を受けさせていただければと思いますので、ご注意いただきたいのはここの質問質疑応答部分もネットで配信されてますので聞かれてもいいというか一般的な内容に、したい場合はそういうふうに心がけていただいて、例えば先ほどの実験の中身ですとか技術的に自分のアイデアをお話をされたい方、あるいはそういうご相談については個別にこの後時間取ってますし個別の部屋もございますので使い分けていただければと思います。それではフロアからどなたかご質問等ございますでしょうか。どうぞ。この希望からですね、例えばデータを例えば音声ですとかそういう画像のデータをリアルタイムで地球に送ってきてそれを見ることはそこでデータを取ることは可能なんでしょうか。はい、これもちょっと私が全般に答えますと可能な部分はございますが、データの中継、例えば地球 ISS は地球の400キロのところを回ってますので地上で受ける局がですね、直接こう上にあるときは直接のこうダウンリンクというかこうネットワークが通じるんですが、例えば地球の裏側にいたときにはデータが拾ってこれません。でデータ中継衛星というのはあるんですけども、それでもやはり限られていて1週どんぐらいですかね、90分の間に 何分かぐらい の信号が欠落する期間がございますので、その期間を除けば直接的なダウンリンク、リアルタイムのダウンリンクというのは可能です。でそれも日によったりとかですね、どういう軌道を回っているかによって変わりますので、確約したことは言えませんけれども、可能な時間帯とその容量にもよりますし、あまりこう大容量のものですと、他も使ったりしますので、それがマストになると、技術的には困難な場合もございますけれども、そういう、全体的にそういう時間の中でスケジューリングをして、例えば、地上で確認してから次の実験に進むとかですね、そういうこともやってることはやってますので可能だとは考えております。ありがとうございました。ごめんなさい、補足で、すいません、補足で人を対象にした研究の場合にはそのデータがしっかりいいデータが取れているということを、リアルタイムでその研究者が、筑波の、感染センターにいらっしゃいまして、その例えばコンピューター上にそのデータが出てて、そのコンピューターを映しているカメラの映像によってその波形とかを見まして、データがしっかり取れていることだけをリアルタイムで確認したすることは可能です。ただその詳しいデータ本体は先ほどのデータ静止軌道にありますデータ中継衛星を介して後からダウンリンクされる形になります。後からっていうのは多分本当に
わかりました、大丈夫です。その日の別なアベイラブルな時間帯とか、何ヶ月とか待つとかじゃなくてですね、はい、そのデータに関しては何ヶ月もではありません。あ、すみません、通常は。はい、もう一つよろしいですか。はい、その宇宙飛行士の人たちはご飯、ごめんなさい、この辺ちょっとこれ研究に絡むことなんで、こういう質問しかできないんですが、ご飯とかお食事とかみんな一緒にするんでしょうか。バラバラにするんですかね。これもちょうどそういうご飯の時間を実験に使ったりとかはできるんでしょうか。申し訳ないですが、できません。食事、すみません、ご質問の意図が、食事に何か介入する研究ですか。はい、食事時間は原則研究には使えないんですが、何かのものを薬剤あるいはサプリメント等を取ってもらってという研究は理論的には可能です。ただ、その介入する形になるのでかなり制約が多くなってしまいますし、なかなか難しいことが制約があります。わかりました、ありがとうございました。はい、ちなみに食事は、その標準食というのがありまして、そこから選んで食べる形になりますので、全員が同じものを食べるわけではありません。はい、あと時間とかも時々一緒に食べることもありますけど、忙しいので違うことが多いです。わかりました、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。他にございますでしょうか。マウスサンプルシェアリングの方でちょっとお尋ねしたいんですが、はい、宇宙での滞在期間っていうのは先ほどの例でいくとほぼ1ヶ月ぐらいと理解すればよろしいんでしょうか。はい、こちらはコントロールできませんで、宇宙機、我々スペース X というものを使っているんですけれども、その宇宙機が ISS にドッキングしている期間が飼育期間となります。で、おおむね30日前後で、これはミッションによって数日ずれたりはするんですけども、基本的なこの時間というものに変更はございません。もう一つ、一応 1G と比較できるという条件かというのはよく理解できたんですが、例えば人の場合アイデンティカルツインの一卵性双生児の宇宙飛行士の方を一人は地上で一人は宇宙でという実験が、解析が実際に行われたと聞いてるんですが、マウスでも同等の実験はできるとは思うんですけれども、要するに宇宙に行って2群に分けるではなくて、地上で送る時になった同じ群のマウスを、宇宙には12匹行くわけですね。だから地上で、12匹残しておくかどうかは別として、何匹か残しておいて同時にサンプルを取得するっていうようなことはされてないんですね。今後の予定もないんですかね。2つ質問があると思いますので、まず、今言われた打ち上げて例えば地上に残っているマウスをそのまま飼育可能かというご質問は可能です。で、それは代表研究者メイン の研究者の実験要求によります。で、2つ目の質問としては、それはやっていないんですかという質問に関しては、今回ターゲットとなっている1回目と2回目のミッション1回目と2回目のミッションに関しては行っておりません。で、ただし、C57 ブラック 6J のマウスを使っているんですけども、このマウス自体は全世界でジェネティックスタビリティプログラムという受精卵が米国であればジャクソンラボで、日本であれば日本チャールズリバーの方が受精卵を持っておりますので、どこでも同じものが入手できるというようなところで、1回目のミッションに関しては2群比較でありましたので、日本のチャールズリバーから購入して、2回目のミッションに関しては向こうから運んできてですね、やっておりますので、厳密には同じコホートではないんですけれども、同じ、ベンダーのところから入れてきたもので、実験をしているということになります。今せっかくサプライヤーのジャクソンラボとそれからチャールズ・リバーの話もされたんで、実際にはブリーダーの方は時々種マウスから起こしてそれを広げてということをやって、それで人の場合はもうすでにご存知のように親子間でも70個の変異が新たに加わっているんですね。で、マウスの場合はそこまではいかないんですけど、30数個の変異が新たに加わっていて、仮に同じ
B6GA のマウスであってももう個体間で違うんですよ。だからそのぐらいのレベルの解析が今可能になってまして、できれば同じ親群から生まれた時の同じ子供群を1実験解析群として、まあコントロールなり実験群なりに分けていただけるのが一番理想かなというのが、まあ遺伝屋からすると希望なんですが、はい、まあ、まあちょっとこれは今後のコメントになるかと思いますけど、はいはい、採択されたあの代表研究者の方と調整させていただきまして、代表研究者の見るあのターゲットによると思うんですけども、あのフィジオロジカルな部分を見たい部分なのか、もしくは先生のご専門のようなところを見たいのかというところで、やはりあのコントロールすべきところは違うかと思いますので、そういったあのアドバイスの取り込んでですね、よりいい形で進めたいというふうに思います。ありがとうございます。